ということで、さあ今日もいつものホームグラウンド来てます。今日はアンダー TC ラキストスタイルでやってみたいと思います。出してきましたね。さあ今日はこれからいただきます。いただきます。乾杯。日本酒に合うね。うん、うまい。次はあんこのトモス、いただきます。うん、これも日本酒合うね。茨城の冬といえばあんこですよね。熱燗にしてます。うまっ。ただいまの時刻6時17分、外気温 4.3 度。はい、お次はクジラのベーコン切り落とし、ポン酢。今度はこちらのポン酢でいただきますか。と、あとからし、こちらの方でいただきたいと思います。いただきます。うまい。クジラベーコンうますぎる。薪ストーブもあったかいですね。ただいま幕内気温はね20度ですね。うん、全然あったかいですよ。こっちはね開けてるんですけどね、外にあの日本酒冷やしてます。まあすぐに熱燗にしたけやね。
巻きその上に乗っけちゃえばいいだけの話なんで、最高です。厚感にしたいときはここに乗っけちゃう、冷やで飲むときはそのまんまと。はい、お次は温泉しゃぶしゃぶさんからいただきましたスタミナ源サキイカタレ、こちらをいただきたいと思います。温泉しゃぶしゃぶさんありがとうございました。いただきます。いただきます。では温泉しゃぶしゃぶさんいただきますね。イカの味もしながら、その原のこのタレの風味、あ、うまいですね。あ、これちょっと炙ってみようかな。あ、香ばしい香りや。甘みが出るかな。あ、これ炙ると思ったらうまいですね。いや、これまた炙ってますけど、いや、これ炙ったらうまい、これうまいよ。ありがとうございます。温泉しゃぶしゃぶさん美味しいです。さてと、お次は生ガキ、生ガキ一本字でもいきますか。ちょっとね、出来合いやけど、もみじおろしよく。このカキでかいっすよ。特大、特上いただきます。あー、ちょっと見えづらいね。こうしようか。デローンってなっちゃったね。いただきます。しっかりしてでしょ、プリッとしてでしょ。これたまらん。牡蠣のバターソテー。さあ、ここに歩く醤油をちょろっと。いただきますか。いただきます。うまっ。お次は塩ホルモン、いや、ホルモンの方もいただいていきます。プリプリ。裏切らない味、ホルモンにはビールですね。今日は黒ラベルっす。うまいっす。今回は豆とあんが
初デビューします。スーパーマメタ。じゃあこれをね、そろそろセットしとこうかね。このスーパーマメタンっていうのは、あの着火剤が周りにね含まれてるんでね、もうマッチでもライターでも火がつきますんで、そのうちのこやつですよ。こやつスーパーマメタン、普通のマメタンよりはちょっとね時間は短いですけども、でもキャンプで使うにはもう全然大丈夫な。で、まあ2、3分置いてあげて、でそっからここに入れてあげるみたいな。まあでももう抜けといてもいいんですけどね、うん、もう火が回ったら大丈夫でしょう。でこれをこれをね、シュラフの中に、入れて、ちょっと初体験させていただきます。初体験っていいよね。初めてのことってやっぱりみんなワクワクするよね。何歳になっても初体験っていうのは楽しい、ワクワクするよね。あ、もうちょっとほんのりあったかい。じゃあこれをね、シラフの中にぶっ込んできます。多分これで朝までぐっすり寝れるとは思うんですけどね。やってみます。これ推しチャンネルさんのおすすめです。よろしく。今日は妻の由美子さんから玄関の前にプレゼントが置かれてました。では由美子さん、いただきます。ありがとうございます。フォローでいただきます。うまい。トライマンの、マクナイ。マクナイの気温22度ですね。もう雨が降ってきたんで、先ほど全部締め切りました。締め切っちゃうともう暑いです。うん、もうちょっと半袖になろうかなという。また上がっちゃいましたね。23度。うん、もう上着はちょっと脱いで、でシラフに入っておやすみなさいしようと思います。